ご視聴あざます。しです。今回は省エネ戦略で動画増産数もバレバレの釣り発覚ないユタボンについて国民の意見をまとめました。改めての確認です。真剣振り回し動画削除の件から1週間が経過しようとしていますが、ユタボン氏は何も語らず、ユキヤ氏は X を鍵やかにし、コラボ相手のロジパカ氏はインスタでユタボンを擁護するだけのお気持ち表明を1回だけ投稿して終了という、事実上誰も謝罪をしていない形で幕引きがほぼ確定となりました。ロジパカ氏のお気持ち表明は水の過去動画で説明してますので、気になる方は概要欄の URL から参照ください。この件に関しては、ユタボン氏サイドに新しい動きがない限りは水の前回の動画で完結しました。今回はとりあえずまだ動きがないことの説明になります。では本題入っていきましょう。今回はユタボン氏の最新動画レビューになりますが、ここ最近ユタボン氏の動画投稿が活発になってきてますね。今回は2本のご紹介になります。まず1本目は9月28日投稿。タイトルは泣きました。収益化はされてます。動画構成はこんな感じです。新規撮影分は赤矢印部分で、過去動画再利用率は驚異の 94%。新規撮影分は1分とかショート動画で収まるレベルですね。内容としては2019年6月の過去動画の再利用で、ユタボン氏が憧れているスカイピースという YouTuber が、ユタボン氏には内緒で後ろから近づいて驚かすというドッキリ企画です。タイトルの泣きましたというのも、いきなり憧れの YouTuber が現れて驚いたのと嬉しいのとで泣いてしまったというものですね。感想としては、しません。特に何もというのが率直な感想です。ユタボン氏にもスカイピースにも特に思い入れがないこともありますが、ドッキリの企画内容を知った段階で先の展開がほぼほぼ想定できてしまったのと、その後の展開も特に盛り上がりどころもない感じだったもので、いわゆるコラボ的なところなので、スカイピースとユタボン氏が好きなファンとしてはその二組ができるということでファン得と感じる身内ネタといった動画ですね。さてここで、ユタボン氏2本目の動画レビューに移る前に、9月26日にユタボン氏のチャンネルに投稿された、ユタボン氏が勉強している動画に対する国民の声を聞いていきたいと思います。該当の動画では、ユタボン氏が勉強していることに対して見直した、頑張ってるね、と称賛する声が多く見られましたが、フラットな目線の国民の声はどんなものなのかお聞きください。どうぞ。彼にまつわる一連の流れはいかに家庭に対して社会というものが無力なのかというのを示したよね。親の影響と分かりつつも、誰もここまで彼を救うことができなかったばかりか。ゲスな大人がより集まるというえげつない状況はさすがにかわいそうだった。小中の内容なら今から全力出せばいくらでも挽回できるから、なんとかリカバリーしてもらいたい。ヤンキーが電車で席を譲るといい人って言われるのと似てますね。いずれにしても父親の言いなりで動いていた子供がようやく反抗期を迎えて、自分の意見を言うようになったといった感じでしょうか。という方向転換のシナリオを父親が作っていたら作詞ですね。現在どれくらい勉強していて中3までの内容がちゃんとできるかについては不明だということになります。以前と違った姿勢、態度、思考になったのであれば、それはそれでいいと思います。しかしこれまでやっぱり遅れていたということになると、頑張って取り戻す必要があります。多くの強化は積み上げですから、一足飛びに積分をやっていても身にはついてないかもしれません。積み上げをこれまでやってきてたのならいいのですが、まだどうも言える段階ではないです。動画の再生回数が大きく減っているから死活問題なのでしょう。不登校をやめて中学に通っているのは、親子で考えた新たな戦略かも、すべては再生回数のためだと思います。普通のことやってるだけで褒められるってなんだろう。不良がちょっといいことしたらめっちゃいい人じゃん。って言われるのと同じ。今までの行動が一般人からかけ離れていたので偉いねって言われてるだけ。彼自身に魅力は何もない。学校行く必要がないってやってきたんなら、最後まで学校行かずに高校受験して合格するところまで貫き通せようと思います。先日の刀を振り回した動画の件に関して取り上げないのはなぜなんでしょうね。よほどネタに困っているのか過去の動画の使い回しが多い。中学生とはいえ背後にいる父親の指示もあることだろうから好意的に反応するのも信じすぎるのも問題だと思う。今までの経緯を踏まえた上で、もっと疑念を持って彼らの動向を伺った方がいいのでは。どうしてこの少年はボクシングでも勉強でも多勢を張りたがるのだろう。父親の遺伝か。正午の時にいかにも積分の問題が解けたかのごとく演出した動画を再配信して何の意味があるのか。今の自分の学力が他の生徒と同等以上あることを示したいのなら10月の中間テストを逃げずに受け、その結果を公開すればいい。逃げずに受けたらまた中日スポーツが賞賛の記事を書いてくれるかもしれない。ユタボン中間テストに初挑戦。とか、私は大学時代バイトで中学生向けの塾で数学の講師をしていたが、一般的に小学5年生には積分の理解は無理だと思う。ちなみに IQ の遺伝率は 66% に対し数学的才能の遺伝率は 87% とかなり高いらしい。あの父親の今までの言動から父親の論理的思考力は低いと思われ、そこから類推するというユタボンも数学で他者より秀でようと思えば相当の努力を要すると思われる。毎日朝から学校に行って地道な努力が必要。では改めまして、ユタボン氏最新動画レビュー2本目いきましょう。9
9月29日投稿。タイトルはちょんまげ小僧さんに謝罪します。収益化はされてません。動画構成はこんな感じになってますが、キジロード区分は各動画の再利用ではないので、なんと各動画再利用率はジャスト 40% と 50% を切りました。いい感じだで。内容としては、先日ちょんまげ小僧のメンバーであるナマズ氏が学校から帰宅するところ、ヘズマリュウ氏が突したことに対して、ユタボン氏とヘズマ氏が元友人だったこともあり、代わりに謝罪するという内容の動画です。ちなみにご存じない方のために補足説明させていただきます。ユタボン氏が真面目に学校に行き始めたことから、迷惑系であるヘズマ氏が友達だと足を引っ張るという理由で、まずはヘズマ氏がユタボン氏との交友関係を解消、続いてユタボン氏がヘズマ氏の X アカウントをブロックしています。ただしこの一連の流れは、この後その理由も説明しますが、二文字で言ってしまうと茶番です。事実上はほぼ確実に交友関係は続いていますのでご安心を。では動画内のユタボン氏の発言について、気になったところをピックアップしていきましょう。まず最初は、記事朗読の部分でヘズマ氏が語ったセリフです。お前らがバズったから、俺の親友のユタボンのオワコンになった。それだけは許せん。ユタボン氏、何も反論せんのかい。オワコンと言われたんやで、ユタボン氏。そして水の意見、というか国民の総意だと思いますが、ユタボン氏のオワコン化はちょんまげ小僧が登場する前から随分進行してるんやで。続きまして、次からのセリフは全てユタボン氏のセリフです。ヘズマリュ、お前ちょっとナマズくんの気持ち考えた方がええぞ。これはナマズ氏を突したヘズマ氏が炎上したにもかかわらず、その後も全く反省の色を見せないことに対しての発言です。でも本当にナマズ氏の気持ちを考えたら、ユタボン氏も動画を出すべきではないよね。謝罪動画だと手のいい理由をつけてますが、関連動画を出すこと自体が迷惑になってますよ。そして目的は本当に悪いと思ったということじゃなくて視聴数稼ぎですよね。ユタボン氏の動画の視聴数はここ最近2から3万くらいが平均値です。これに対して、最近投稿したちょんまげ小僧についてという動画が 9.1 万回、ヘズマリュウと縁を切りましたという動画が 8.1 万回と、かなりいい数字を出しています。なのでこの2つのキーワードでの関連動画を出せば視聴数が伸びるであろうという計算を持って出してますよね、というのが本当のところです。先ほど言った通り、本当にナマズ氏の気持ちを考えたとしたら、謝罪動画なんて出さずにそっとしておくべきです。では次のユタボン氏の発言、どうぞ。全然成長してへんやん。ちょっとは成長しろよ。お前もな。つい先日動画削除されたばっかですやん。ブランデーアイスからのマイクズッコケからの刀振り回しという見事なユタボン三段活用を見せてくれて、今まさに成長してないことを身をもって証明してくれてますよね。なんか謝罪の動画アップしたとかなんかニュースで見てんけど、だからちょっと見てみたいよ。その動画俺の裏垢で。裏垢？そうですね、本垢はヘズマ氏をブロックしてますから、わざわざ裏垢にしないと見えませんもんね。ところでユタボン氏、君の本赤が縁を切ったはずのヘズマ氏のサブ赤と、ついでに嫁のシーちゃんをまだフォローしてることをシーは知ってるよ。ついでにユタボン氏のサブ赤はヘズマ氏の本赤を、ついでにこちらも先日ブロックしたはずのユキヤ氏のアカウントをフォローしてることを知ってるよ。ちょっとわかりづらいと思うので図説しますが、こんな感じです。そしてこれがさっきヘズマ氏との絶縁が茶番だと言った理由です。緑矢印はフォロー、赤矢印はブロックを表してますので、ユタボン氏が本赤でヘズマ氏とユキヤ氏をブロックしていたとしても、サブアカでフォローしてるからアカウントを切り替えれば繋がってることがバレバレなわけです。ちなみに図の右側を見ていただければわかる通り、スイの本アカはユキヤ氏にブロックされています。そりゃがっつりスイのアイコン出して活動してるからバレますわよね。でも大丈夫、すでに隠密アカウントがユキヤ氏の懐に忍び込んでございますので、依然ユキヤ氏の動向は確認できております。ちょっと話が逸れてしまいましたね。次行きましょう。お前はもう行くところまで行くしかないかもしれへんな。それはしゃないと思うけど、前半すごい勢いでヘズマ氏を否定しておいて、結果許すな。ということは、ナマズ氏を突したヘズマ氏もしゃあないと許したわけですね。発言がブレブレですね。とりあえず俺は今から学校に行って給食垂れてきます。まあね、5、6時間目も受けようと思います。学校の迷惑になる、というのはもう何回も言ってるので、スイの口からは語るのはやめますが、あなたは何しに学校へ行ってるの？家でご飯が十分に食べられてないから学校で食べるため。5、6時間目を受ける理由も給食のついでのように言ってますが、ユタボン氏はやりたくないことはやらないというスタンスなはずです。なので受けたくない授業なら給食食べて帰ればいいし、学校が楽しいというのなら1時間目から出ればいいのに。ここはもうユタボンだからという理由で納得してしまう域に達してる気がしますね。ただユタボン氏が中学校へ行ったのは中学を通してもまだ数日です。つまりゲームでいうお試しチュートリアルの範囲なわけです。それに対して学生時代の醍醐味というのは中学1年生から、もっと言えば小学生や幼稚園の頃からの積み重ねから形成される人間関係であって、そこから悩んだり苦しんだりを共に共有することが重要だと、スイは思ってます。すでに人間関係が形成されたコミュニティの中に数日だけ飛び込んでチュートリアルを体験したとしても、距離感もまだつかめていないであろうその人間関係を持って楽しいと思ってるのなら、それは浅い人間関係だと思いますよ。
倍、引きこもりで友達が少ないすより。ということで、ユタボン氏の最新動画レビュー2本立てでお送りしました。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。